3塩化ホウ素の電子式と構造式について解説するよ。まずは原子を並べてみよう。3塩化ホウ素は B を中心にして Cl が3つ結合している。原子同士を結合させよう。お互いに1個ずつ電子を出すと共有結合を作れるよ。価電子を追加しよう。B の価電子は3個、Cl は7個になるように、価電子を置く。B はすでに3個書いてあるから、Cl にだけ追加しよう。Cl はオクテット則を満たしているけど、B は電子が周囲に6個しかない。しかし、電子はもうないのでこれで完成。電子が埋まっていないので、B の空きの部分では配位結合を形成しやすい。アンモニアとは配位結合を形成することが知られている。結合部分を棒に変えると、構造式になるよ。質問があったらコメントで教えてね。